い、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、宅建合格するための勉強の仕方の一つとして、イメージをしながら勉強するというところをお伝えしたいと思います。もうこれは具体例出した方がわかりやすいと思いますので、具体例を出して解説します。宅建業法の部分なんですけども、破産管財人が破産財団の管轄のために不動産の売却を行う場合、免許は不要なんですね。まあこういったルールがありますと。これについて、まあそのまま丸暗記するのでもいいんですけども、丸暗記するとやはり忘れやすいんですね。だからイメージをすることによって忘れにくくする、頭に定着させやすくする。これが宅建合格する上で非常に重要になってくるんですね。宅建試験っていうのは頭に入れなければいけない内容が非常に多いので、まあそれを丸暗記するだけだと、覚えて忘れて覚えて忘れての繰り返しになっちゃいます。つまりどれだけ勉強しても一定レベルまで行くけども、それ以上上がらないってことになっちゃうんですよね。そうするとやっぱ勉強のやる気もなくなってくるんですよ。何回やっても合格できないってなってくると。そう考えると、これからお伝えするように、イメージをしながら勉強することによって頭に定着させていけば、丸暗記部分も減っていくじゃないですか。そうすると実力も上がりやすいので、ぜひ参考にしてみてください。で、今回のこの話で言うと、キーワードとなってくるのが、破産管財人と、破産財団、管家。まあ、このあたりの言葉なんですよね。こういった言葉をイメージできるようになると、頭に定着しやすくなります。まず、破産管財人なんですけども、これイメージとしてはもう弁護士さんです。弁護士さん。弁護士さんが、破産財団の管家のためにって書いてあるんですけども、ここなんですよ。破産財団。これ何かというと、ちょっと具体例出すとですね、会社 A があります。会社 A は債権者からもうお金たくさん借り入れをしてましたと。で、A 社には不動産はあるけれども、もうそれ以上にもう借り入れが多すぎて、もうどうしようもならない。ということで破産しましたと。で、破産するとどうなるかっていうと、まあ、裁判所に対して破産申し立てをするんですね。で、そうすると、裁判所っていうのは、破産管財人っていう人を選任します。で、この人は何をやるかっていうと、この破産した会社が持っている、まあ、ここに書いてあるのは不動産だけなんですけども、その他現金とかも全部含めて、その財産というものを管理するんですよ。破産した会社とか個人の財産を管理する人なんですね。もう漢字の通りです。で、破産した会社の財産、このまとまりが破産財団なんですね。財産のまとまりです。だから、まあ、今回、ここに書いてある内容で言うと、建物、土地、この4つですね。まあ、これが破産財団に含まれてきます。まあ、もちろん現金もあれば現金も含まれてきます。で、債権者としては、財産あるのであれば、それを現金化してお金として返してくれよって思うはずですよね。まあ、そのために、この破産管財人が、この破産財団を売却することによって、そこから得られた現金を債権者に割り当てるというような業務を行うんですね。そういった仕事を行うんですよ。で、この破産財団を売却する行為、もっと言うと売却をして不動産をお金に変えるってことですね。価値を変える。これが管家じゃないですか。価値を変えるって書けますよね。不動産という価値をお金という価値に変える。だから簡単に言えば、不動産を売却するってことなんですね。この場合っていうのは、免許はいりませんよ。この破産管財人は、宅建業の免許はいりませんよっていう内容なんです。通常、不動産の売却を行う場合、まあこれを業として行う場合っていうのは、免許がいりますよね。いるけれども、破産管財人については、これ免許はいりませんよってなっているのは、なぜかというと、今言ったように、破産管財人は弁護士さんなんです。その、弁護士さんの仕事として、まあ、破産管財人の業務として、不動産を売却しているわけなんですよね。で、これっていうのは、自ら売り主として売ってるわけでもないし、また仲介を行っているわけでもないし、また、一般的な代理ですね。代理人として行っているわけでもないんですよ。裁判所から売却を任された人なんですよ。つまり私たちが自分の土地を売ったりとか、また仲介をしたり、まあ、宅建業者が仲介をしたり、代理をしたりとかっていうのとはわけが違うんですよね。だから免許はいりませんよっていう話にしてるわけです。まあ、このような一連のイメージがあったり、また破産管財人が弁護士さんというイメージ、また破産財団っていうのは、破産した会社とか個人が持っている財産のまとまり、管家っていうのは価値を変えること。まあ、ここにも書いてある通り、まあ、売却っていうイメージですね。こういった言葉のイメージが分かってくると、すごく理解しやすくなってくるんですよ。
だからこういったことを自分自身で調べながら勉強するっていうのは非常に合格に近づく勉強法なんで、ぜひ実践してみてください。でもし自分自身で調べ方がわからないとか、また調べるのに時間かかって今年の試験に間に合わない、そういった方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導ではこのようにイメージをしながら学習するっていうことも行っております。なのでもしあなたが絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご覧ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。